ベッドがスイカに変わりました。なんかいろいろ苦心しているようですが、そしてここにこたつが登場しました。キャリーケースに入っちゃうのは暗いところに行きたいのかなと思ってちょっと持ってきてみた、うん、さあどうでしょう。どうでしょう。今日はまだ涼しいから、うん、ちょっと寒いバージョンなんだけど、明日以降まただんだん暑くなってくるらしいので、また30度になるってさ、また買いなきゃなんですけど、とりあえずね、はい、寒い間はこれなんだかぐるぐる回るじゃんくん、うん、スイカはさ、うん、メッシュになってて暑さがこもらないよっていうやつだけど、うん、このひんやりなんとかよりは寒くならないやつだから、はいはい、おこれがいいんじゃないってちょっと急に今朝思いつきました。ほう、でももうスイカの季節は終わるけどね。終わるけど、だから完全に寒くなったらふかふかやはいつものやつに変わるんだけど、ちょっとこの涼しさでさ、ひんやりくんは寒いかなと思って、うん、ね、お腹欲しいよね、ちゃんくん。お腹が欲しいよ。もっとお腹出して、お腹出して、お腹出して、他の方にベッドじゃない、テーブルの下じゃない方にあったときは、うん、結構最近また入るようになっていたのね。そうか、うん、だからいいかなって思ったんだけど。入ってください。どうぞ。場所が変わるとさ、入った入った入った、すぐは入らないんだよね、ジャン君。でも君たちの匂いがついてるよ。入ってね。場所変わっても入ってね。ポンちゃん、ペロペロ入りました。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、やっと出てきた。ポンちゃん、なんか2人ともぐっすり寝てたのに、1人起き出すとズルズル出てくるね。ポンちゃん、クシャクシャクシャ。ポンちゃんはね、ジャン君が起きると出てくるのね。うん。ねえ、ポンちゃん。あ、お兄ちゃん来たのって。ね。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、お尻ペンペン。ジャン君。お水飲んでるのね、ジャン。ジャン君、虫さん、急に虫さん鳴くのやめたね。ジャン君、お水美味しかった？リコさんね、君。お水飲んでいいかね。ジャン君もポンちゃんもよくお水飲むもんね。いかがだにゃー。ポンちゃん、ポンちゃん、いかいか、いかいか、ポンちゃん、くびゃよ、いかいか、ポンちゃん、ちゃんと甘えるようになってくれてありがとう。ありがとう。ポンちゃん。